駅構内。名古屋駅特急が、単線区間から入線島赤崎駅は、三重県鳥羽市鳥羽五丁目にある、近畿日本鉄道島線の駅である。駅番号は M80。相対式ホームに面2線を持つ行き違い可能な、地上駅。ホーム有校長は2両。現在島線で唯一単線区間の途中にある駅となっている。 一番線を本線とした一線スルー配線となっているため、特急列車同士の行き違いがない場合は、上下列車は一番線を通過する。また、賭場方面からの回送列車が当駅で折り返すことも、ある。賭場港祭り花火大会などのイベント開催日に、普通列車が当駅で、賭場方面へ、臨時に折り返すこともある。 ホーム有効長は2両だが特急列車が行き違いを行い、また回送列車の折り返しも行うため行き違い線は8両分ある。駅舎は1番ホーム側にあり、反対側の2番ホームとは構内踏切で連絡している。鹿児島側に保線基地がある。鳥羽駅管理の無人見駅。ワンマン運転の普通電車ではドアカットによる校舎自習札が実施され、 乗車位置も一箇所に限定されている。前述の無人化の際、ホームに乗車駅証明書発行機が設置されている。有人駅時代は、島線の有人駅で唯一ピタッパ非対応だったが、2014年4月より、ピタッパはじめ全国総合利用サービス対応の IC カードが利用可能になり、同時に IC 定期券の発行可能エリアが、 従来の中野号駅北から島赤崎駅北に拡大された。近年における当駅の1日乗降人員の調査結果は以下の通り。三重県統計所によると1日の平均乗車人員は以下の通りである。島赤崎駅の利用状況の変遷を可表に示す。ありがとうございます。